皆さんこんばんは、エナナです。今日はこれ平袋に見えるんですけど、2段の A4 ペーパーで2段の袋作りをご紹介していこうかなと思っております。作り方さえ分かればなんだこんなことかっていう感じではあるとは思うんですけども、もうこれ簡単にできるし、メモとかだったらこのぐらいの大きさの方がちょうどぴったりなので、ぜひ作ってみられてください。まずは普通にこちらを作っていこうと思います。これをペーパーを1センチずらして半分に折ります。ここはもう平袋を作るような感じではあるんですけど、でそこでこの1センチのところを折れ線つけます。先に折れ線を1センチつけて、そこに合わせて折った方がぴったりと思います。ちょっと私これ試作作る時に分解して作っていたんですけど、これを作ってる時に分解せずに作れるなと思って、これとはまたちょっとサイズ感が異なってきますが、こんな感じで普通の平袋で折った状態でやった方が折れ線がつけやすいので、上から3センチのところで折れ線をつけます。こんな感じで、どっちをポケットにするかなんですけど、私はこっちを、手前にして表面にしようと思うので、こちらの面で下絵サイズのポケットの大きさにしていきます。で3センチ引くと18センチなので、この折れ線から下までが9センチで、ちょっと一旦分かりやすく半分でやっていきたいと思います。9センチのところで折れ線つけようか。下から9センチで折れ線をつけて、折れ線つけたらいいか。ここに印、端っこに印をつけて、でそこ合わせて切り込みにします。でこんな感じ でこの先ほどの折れ線のところもパスッと切ります。でこの四角のところはカットで取り除きます。でそうなるとこんな感じでできるので、そのままなんですけど、この上の方だけは折れ線がギリギリなので、こちらもうちょっとだけ
切り落とします。少し気持ち2ミリぐらい。ここはカットしなくてもパタッとここで貼ってあげてもいいです。で、この3、ここののりしろ部分を白い部分感じて、あとは蓋を上すれば2段のポケット付きの平袋の完成です。こんな感じで、ここは分解してやったんで、で、マチをつけてるんで、ここ絵柄が合わないんですよね。このやり方でやるとぴったり絵柄が合う感じで、こういった感じで。で、アレンジ方法として、例えばこういった感じのペーパーですね。で、やっていきたいなと思うんですけど、折れ線をつけます。でこれに合わせて折ります。サイズに関係なくデザインで、折れ線を決めていった方がいい場合もあるので、こっちを表として、蓋をこのイメージぐらいのところで折れ線をつけます。でここでパスッとした感じではなく、ポケットが分かるようにやるやり方としては、今ここで切れてる感じがいいかなと思うので、
わかるように。ちょっとペン使いますね。見えない。ペロペロってなったら、先ほどはカットしたんですけど、こののりしろ部分だけをカットして、ここにペタンと貼ろうと思います。少し違うのかな。切ります。こちらも少し切ろうかな。両方とも底と待ちのところ
ういった感じだとまた随分イメージが本当どっちかというとローディットに見える感じの、ちょっと隙間を開けるだけでこういうイメージが変わってくるんで、こういうタイプもおすすめです。こうデザインを見てやれば結構いいかなと思います。分解方式でちょっとやってみようか。まあ以前作っている封筒と似たような感じではあるんですけど、まず2センチずらして、ちょっと印をつけてカットします。これとこれ、これとこれというペアでちょっとやっていきたいと思います。太い方、1センチ。端から1センチ折れ線をつけます。両方とも同じ感じで。先ほどと同じように上から3センチ蓋の部分、今これは半分、とりあえず半分にカットしていただいて、で普通にもう何も考えずに場合なんですけど、ここに1センチ折れ線をつけます。で上側の方は5ミリの折れ線をつけます。5ミリの方は感じで中側に折り返して補強します。で下側は両面
弁当が、海苔でもいいんですけど、でこれは下から9センチ。のところで印をつけてやります。でこうちょっと切ってあげて、でこの糊調べで、ここは普通に三角。で、上側は蓋があるので、ここよりもちょっと下に向かって切って置いた方が蓋がしやすいと思います。で下の線に合わせて貼ります。でここでもしサイズがちょっと違ったらカットをその時していただければいいかなと。幅が多分ちょっとずれたりとかあると思うん でこんな感じで、やっぱりちょっとしまうと。こちらも同じように下になる側を1センチ折れ線をつけて、で上側は今回は5ミリというよりも8ミリぐらい折れ線をつけたいと思います。蓋から外してちょっと糊しろ部分をカットしているので短めに。
ここを開いてこのスレスレに合わせて貼ります。こういった感じでやればデザインを、変えて作れるので、こういったやり方もできます。ちょっとイメージが変わるやり方で残りをこれやっていこうと思います。ちょっと分かりやすいようにここを切り込み入れてみたんですけど、これでこれがねここはできるけど中心ができないか。
ここはちょっと5ミリくらいカットします。ちょっとここはあれなんだっけ、角丸できないんで、ちょっと丸いイメージで。8センチと8センチ。で、この下側、ちでこの待ちの、同じように。こんな感じで作るとまたイメージもガラリと変わってきます。
で好きなペーパー貼れるので、切れ端なんかも応用しやすいかなと。土台さえこれがあれば。もう一つのやり方でいろんなアレンジ方法があるので、もう2段に絞ってやったんですけど、こういうのであれば反対の面もこうポケットをつければいいので、腕立て1枚だけで簡単にできる方法。過去のとちょっと応用みたいな感じではあるんですけど、ちょっと違うだけで全然変わってくるので、まあ蓋がついてるのがいいですよね。こうちょっとあると何かと便利かなと。好きなこう、今全部映ってたから、好きな感じでこう作っていただいて、こう2段にすればメモなんかは一気にこう種類ごとに分けれるので、おすすめかなと思いますので、こちらのタイプもぜひ作っていただけたらなと思います。それでは今日はこの辺で。